上空はどんよりとした雲に覆われています。風は向かい風、オープニングから安定版、こういったコンディションでの戦いとなっています。開催4日目、序盤戦カードのウェーブ21杯、水面上第2レースの一般戦を迎えています。対戦メンバー、1号艇尾形英二、2号艇岡部隆、3号艇は住谷健吾、4号艇山口裕二、5号艇木井司、6号艇正川明宏、以上のメンバーです。目立った動きはありません。1号艇尾形がまず1コースに構えていきます。その隣から2コースを伺うのが2号艇岡部。昨日のオープニングカード、アウト勢のまくりを完封して押し切ってシリーズの初勝利。センター3コースに3号艇統治校舎の住谷健吾、そして4コース4号艇山口。昨日の後半戦カードをまくり出してシリーズの2勝目。このカードはキャブレターの交換があります。5コース5号艇キー、キーも昨日の1走をまくり出して白星ゲット。サイアウト6コース6号艇地元の今坂、昨日はよもやの大ブレーキ予選クリアなりませんでした。その悔しさ残り2日間で晴らしていきたいところ。角は4コース4号艇山口、枠なりの3対3、3連単は3、4、5の組み合わせが一番人気。順位組3人が上位を独占したところが人気を集めています。インから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6コース6号艇まさか、インから1号艇尾形が好スタート、3号艇住谷若干スタートへこんだ、角から握っていく展開。4号艇山口、陰線飛びついていったのが1号艇尾形、空いたところ6号艇今さか、大外から展開ついてくる、刺していく2号艇岡部、しかしながら押し切った。1号艇尾形英二が先頭、リードは2停身から3停身、2番手争いは6号艇2号艇5号艇この辺り、スタートは正常。一周にマーク、6号艇今坂握っていきます。5号艇キーが内側合わせてうまく回っていった。2番手争いに持ち込んでくるか、5号艇キーつかさ。アウトコース6号艇今坂、後方2号艇4号艇、人気の3号艇隅は最後方でレーサー2周目に入ります。2周の1マーク2番手争い、5号艇キーが追っつけていくところ、6号艇今坂のサーシハンドル、内から6号艇今坂、外5号艇キー、この両者外枠両者による2番手争い、各艇がバック中間点を通過してこれから2周の2枠です。2周2マーク2番手争い、6号艇今坂突っ張っていった、5号艇キーついて回る格好となりました。バタつきながらの旋回、上位の体型1番6番5番の順で、この組み合わせはなかなかの後輩と決着か、各艇が時計前通過、これから最終周回の1マークです。3周1マーク先頭で1号艇尾形エイジクリア、6号艇今坂が回っていくところ、5号艇キー3番手で返す、上1番6番5番、後方2号艇4号艇3号艇の順、体勢固まった上1番6番5番、3連単のオッズ 922.5 倍。先頭1号艇尾形絶好枠生かしてのシリーズの初勝利、そして6号艇今坂2着に絡んで超後輩とアシスト、3番艇5号艇キー1番6番5番、1着で1番の尾形英二がゴールイン、2着6番今坂、3着5番キーがゴール、後方2番岡部、4番山口、3番住谷ゴールイン。